今日は、ちょっとラフなご説明をさせていただけるのかなと思ってきたんですけれども、主の潔白というのは、ディヴァインイノセンスといって、そもそもイギリスで始まった私的信心の運動なんですけれども、パトリシア・デ・メネチズさんという方に、その天からのご指示があって、指摘啓示がありまして、それでこのような運動をしているんですけれども、純粋な、なんていうか、潔白、イノセンス、純粋無垢な心でイエス様の幼子のような潔白の心を持って、純真無垢な心を持って神様の方に進んでいきましょう。それもやっぱりカトリック信者としていただいているお恵みを全て活用して、要は奇跡ですよね。奇跡、ご聖体を中心とする生き方、イエス様を中心とする生き方、そういう生き方をして、一歩一歩、本当に無力で小さい、何もできない私たちなんだけれども、弱ければ弱いほど神様が助けてくださる、その神様に本当にもう全く信頼して、恐れることなく信頼して、何があっても信頼して、必ず助けてくださる、必ず恵みを与えてくださる。私たちちょっと協力したらもう本当にたくさん恵みを与えてくださって、そしてご一緒にこう進んで歩んでくださり、そういうところを信頼、幼子の信頼を持って神様の方に向かって歩んでいきましょうという、冷静っていうんでしょうか、そういうようなものですけれども、私たちのその生活の中心としてというか、自分たちのその生活をとにかく改めなさいというふうに言われています。それは教会の教え、神様の実会と教会の教えに従って、そしてそれを学んで、きちんと学んで、それは学問のために学ぶのではなくて、それは生きるために学ぶ、そしてそれを実践していく、それを訓練として、修練というんですか、鍛錬というんですか、それを繰り返して失敗しつつ、でも奇跡のところに戻って、それで失敗したら、国会の奇跡に預かる、それで何度も何度も転ぶけれども、助け上げていただきながら、そしてご聖体をいただきながら、奇跡に祈って歩んでいく、そういう意味でイエス様を中心としている、奇跡を中心とした生き方ということになります。それで聖家族の中に入れていただいて、聖家族の修練、ノビシエト・オザ・ホーリー・ファミリーと言っているんですけれども、聖家族の中に足を踏み入れて、そしてマリア様、ヨセフ様をと、マリア様、イエス様、遠くのものとして、こうただ崇め、拝みながら進むのではなくて、その中に入れていただいて育てていただく、そういうことをやっています。ですから毎年聖家族への修練へのコミットメント、献身ですかっていうものをして、それで生きていくというか、一応義務ができるだけミサに預かる、そのそれぞれの状況に応じてですけれども、できるだけミサに預かるとか私的に預かるとか、そういう義務というのもあるんですけれども、そしてロザリを唱えたり、千日家を唱えたり、そして必ずきちんとした信仰の学びを行って、それもカテキズ、カトリック教会のカテキズム、第二バチカン公会議後にヨハネ・パウロ2世が出されたカトリック教会のカテキズム、それをきちんと学ぶこと、それを一応義務付けられてやっております。で、聖家族の、そうですね、聖家族の中でいかず、それで、いつも、償いの精神を持って全てを行う、そんなになんていうか、こういつも苦しい犠牲捧げます、もう苦しいって、そういうのではなくて、喜びのうちに小さなことでも何でも日々捧げていく、もちろんいろいろやっている中で忘れてしまったりということもあるので、まず朝起きたら神様に心をあげなさい、でその中で全て、もう今日一日の全てをお捧げしますというように
こうお祈りして、ね、そういうこの祈りがあるんですけれども、目覚めた時には、まあ、例えば私はイエス様への愛のために身を起こします、そして聖ヨセフ様に守られて幼きイエス様に寄り添っていただいている中で、聖マリア様の御膝の祭壇にひざまずいて、そして愛するイエス、マリア、ヨセフ、今日の日を神の栄光と私の霊的成長のためにお使いください、私が日々幼きイエス様により似たものとなれるよう、主の潔白の道で私を鍛えてくださいますようにと言って、朝一番最初にこれを祈ります。で、一日を始めます。そしてあと朝の捧げ物ということで、愛する主よ、今日私の希望と悲しみと喜びのすべてを、神であるあなたの御心のご意向のために、聖マリアと聖ヨセフの清らかな御心を通じて、全世界で今日捧げられるすべてのミサによってあなたにお捧げいたします、ということで一日を捧げますので、まあ、日中たとえ、まあ、自分は忘れてしまっていても、まあ、全てお捧げしているので、まあ、忘れていいのかなと思いますけれども、でその償いの精神ということで、そのために毎月初金曜日には、償いの一日といいまして、自分の罪と世の罪、とりわけ堕胎の罪の償いのための信心を一日行っています。でその中では、外を沈黙で行進する、まあ、聖母行進なんですけれども、聖母の行列をして、でその中で十字架の道行きを沈黙のうちに祈りながら歩んでいきます。で、それプラス、まあ、それ全て自分の罪と世の罪、とりわけ堕胎の罪の償いという意向です。それであとは、まあ、御御座に預かり、できれば国会をして、で、まあ、その時々によって、例えば国によってできないこともあるかもしれないけれども、まあ、ベネディクション、まあ、日本ではベネディクションは神父様にやっていただいています。それからその時に、堕胎された赤ちゃんたちとその関係者、まあ、両親たちとか医療関係者とか、まあ、そういうことに関わってしまった人が本当にたくさんいると思いますけれども、まあ、そういう方たちのために、まあ、祈りつつ、赤ちゃんのためにも祈って、そういう方たちのためにも祈り、そして自分自身の生活の改めということも祈りながら、命の祝いという、最初は堕胎された赤ちゃんたちへのセレモニーっていう呼び方をしていたんですけれども、主から言われまして、まあ、パトリシアさんが言われて、堕胎した赤ちゃんたちも命をいただいている、たとえこの世に生まれてこられなかったとしても命をいただいたということは、それは祝うべきこと、セレブレーション、セレブレーションオブライフと言っているんですけど、ですから祝いなさいと言われたんですね。それで赤ちゃんたちが命をいただいたことも、私たち一人一人が命をいただいたことも祝うということでセレモニーをしています。それでその中で、まあ、赤ちゃんたちのために、赤ちゃんたちの魂が存在していることを、今この世はこう忘れさせてしまおうという、忘れさせたいとい こう悪の勢力が働いている中で、それを決して忘れないように、私たちは思い出し、彼らが生きた、まあ、生命として存在としたということを忘れないためにも、このセレモニーの中で一人一人がろうそくに火を灯して、まあ、その歌を歌ったりもしますね。で、まあ後で少しその歌も時間があれば練習してみてもいいと思うんですけれども、あとさっき言い忘れましたけれども、先ほど、償いの行進の中では、まあ、沈黙で十字架の道行きを唱える、だけでなくて、ろうそく、キャンドルランタンを持ってろうそくに火を灯して歩いてくださいって言われてるんですね。でどうして昼間明るいのにこんな風に火を灯して歩くのかってお聞きしたら、まあ、トレシャーさんが主にお聞きしたら、その赤ちゃんの魂っていうのはもう忘れ去られてしまった、命として存在したこと自体みんなが知らないうちに亡くな、いなくなっている、死んでしまった、まあ、殺されてしまって捨てられたりもしているわけですよね。そ
その魂を忘れないようにキャンドルランタンに火をろうそくに火を灯してそれを持って歩いてください。それから赤と白の花を持って歩いてください。それで赤は純教を表していて、白は潔白清さを表している。赤ちゃんたちそのものもそうだと思いますけれども、その2つを持って歩いてくださいっていう行進でもそのようにして歩いています。それでは、毎月はその初金曜日にその神事をしていることと、あとは、できるだけ毎日カテキズムをなり、その他の霊的読書を少しずつでもするようにと言われています。でカテキズムも一度にたくさん読むと大変なので、もう決してあと今ここでしましょうと言われていることを一度にやってしまうのはちょっと無理なので、少しずつ、祈りの本もあるんですけれども、ちょっとこれ祈りの本もあるんですけれども、少しずつ自分のできるところからやっていきましょうというふうにしています。であとはそうですね、夏には今日も今回も、北海道まで来てやらせていただいているわけですけれども、夏の十字架行進私たち呼んでいて、聖母の行進、決められたる神秘の御傷の聖母の御造化御栄を持って聖母行進をして、国土の上に十字架の印を刻んでくださいというふうに言われています。それは各国で行ってくださいと言われています。イギリスで始まって、イギリスではもうかなりこう区間を区切って中心の教会があって、それで東西南北の区間を区切って、それでこうリレー方式でこう8月の、17日にかけてなんですけれども、8月入ってその17日に向けてその行進を部分部分してつなげて十字架の印を刻んでいます国土に。でその最終日が8月17、17日というのは、この秘められたる神秘の御傷の聖母というふうに天が呼んでおられるんですけれども、この称号のマリア様のお祝い日としてくださいというふうに言われている日です。それで8月17日には、行進の十字架行進の最終工程を行って、それで、できるだけ、皆さんでこう家族的な雰囲気で、お昼ご飯食べたりとかお話できてお茶をしたりとか、そういうふうにしてその十字架行進が終われるといいですねと言われています。あと堕胎された赤ちゃんたちのことです。これは説明がなかなかもう神学的なことが膨大な量のもう300ページぐらいの本も、神学者の方たちの会議もあり、その検討されたことを反映したもう冊子じゃないですね、分厚い本もできているぐらいで、それ英語ですけれども、インターネット上に上がっているんですけれども、それを全部、説明というのはちょっと無理なので、そうですね、これを見ていただいたらいいかな。新しい幼子殉教者の訴えということで、これは堕胎されてしまった赤ちゃんたちと、あと今受精卵の実験ですとか、そういうのがとてもとても多く行われていて、あるいは実験ではなくても体外受精などすると、その受精卵をいくつも作るわけでして、でいらなくな戻すのは一つの受精卵だけ体内に戻して、それ以外の受精卵は、ちょっと劣ると認識される受精卵は全部ゴミ箱に捨てられているという状況で、一応カトリックの教会で信じていることとしては、もう命は受胎の瞬間から始まるということですので、どれほどの命が捨てられているかということにはなると思うんですけれども、それはちょっと置いといて、その堕胎された赤ちゃんや受精卵でこう処分されてしまったような魂、その子たちを
幼子殉教者の同志殉教者として認めてほしいと言われています。で、幼子殉教者、12月28日がお祝い日なんですけれども、まあ、彼らは、ね、それこそ必ずしもみんなユダヤ教、まあ、まだ当時は洗礼はありませんでしたから、まあ、ユダヤ人の洗礼、割礼を受けていたかというと必ずしも割礼を受けていた、まあ、いわゆる神の民と呼ばれる中に入っていた赤ちゃんたちではだけではないはずですし、それで全くこう自分のもう2歳以下ですか、2歳3歳2歳以下でそういう子たちなので、まあ、基本的に自在はないわけですよね、現在だけで。で、まあ、その幼子殉教者のところ方はまあ置いておいて、その同志殉教者として認めてほしいと言われている、まあ、堕胎された赤ちゃんたちについては、現在はあります。でもそれは実際に自分たちが行った自在ということではないので、まあ、それで現在、そうですね、現在っていうのは私たちアダムとエバ以外は自分がした罪ではないわけですよね。でそれはある状態を、最初の原初の恩恵が取り去られた状態というのが、その状態が現在なので、まあ、洗礼によって救われるには、救いのもう最も基本的な第一の方法っていうのはもう洗礼なわけですよね。イエス様も命令されているように、全世界に行って福音を述べ伝えて、それで、洗礼を授けなさいって、それは救われるためですよね。ですからそのようにおっしゃっているので、まあ、洗礼が通常の救いの方法は洗礼である。けれども堕胎されてしまった赤ちゃんたちっていうのは、洗礼を受けるチャンスも与えられなかった、全く自分の責任ではなく、その通常の救いの方法を受ける恵みが与えられなかった、そういう子どもたちを神が手を差し伸べてお助けにならないだろうか、そういうところもあると思います。それで、いや、堕胎された赤ちゃんたちは林檎に行ってるからいいよっていうような人もいるようですけれども、ラッツィンガー枢機卿、名誉教皇ベネディクト16世がラッツィンガー枢機卿時代におっしゃっていることは、その林檎というのは、かつて、あ、これちょっとここにありますけれども、まあ、日本語にもなっている本の中からの、まあ、にも書いてあるんですけれども、いわゆるその幼子たちが行くような林檎補正所が信仰過剰に属する真理であった試しは一度もないということをおっしゃってるんですね、ラッツィンガー枢機卿時代で、まあ、当時は1984年くらいの方に書かれたというか、対話の中でそうおっしゃってるんですね。で当時はそのラッツィンガー枢機卿は、私は教理省長官としてではなく、まあ、今まで以上に一神学者として言うが、私個人としては常に神学的仮説でしかなかったこのことは消し去ってもいいと思うというふうにおっしゃってるんですね。で実際に2007年に消し去られました、この林檎というのは。はっきり教会がそう言っています。ですから今死んだら、まあ、どこに行くか、どういう状態になるかというと、まあ、カテキズムでも教えている天国か地獄か、煉獄ですよね。煉獄、ただ煉獄というのは自分が実際に犯した罪、自在の清めを行うところなので、そこに幼子たちが行く、清められるべきものがないので、でじゃあその子の子たちは洗礼受けてないから地獄に行くのっていうことになってしまうんですけれども、人の罪によって地獄に行くでしょうか。堕胎っていうのは全く赤ちゃんたちには責任がない、その責任を負わされて彼らは地獄に行くのでしょうか。そうしたら天国に行くということしか言えないわけですよね。でもただその天国に、じゃあ天国に行くんだったら、じゃあ困ったら堕胎しちゃえばいいじゃないの、天国に行くんだからって、そういう考え
方もできると思うんですけれども、それは本来のあるべき姿ではないですよね。神様は命をお与えになって、何時殺す中でまず生きるために神様から命をいただいているので、まあ、それはありえないことなんで、まあ、天国に行くというふうに、まあ、普通に考えて言えると思うんですけれども、まあ、それについての神学的なこう、まあ、検討とかも先ほども言いましたけど、分厚い本にもなっている、それはなされているんですけれども、まあ、まだ教会はそれを十分にどう検討していただいてでないようで、まあ、それに関してまだ宣言はされていないので、もちろん教会は堕胎はいけないということをおっしゃってるんですけれども、ただその宣言、堕胎された赤ちゃんたちがこれこれこういうふうにして天国に行っているよということを宣言しないことによって、イエス様、イエス様の十字架の贖い、イエス様が全ての人をお救いになったっていうことを言っているけれども、じゃあ堕胎された赤ちゃんたちはどうなの？わからないね、神の、わからないですね、神様のにもお委ねするしかないですよねっていうところまでしか今言ってない状況なんですね。そうすると悪魔の方がじゃあ勝っちゃったの？イエス様はもう全てに打ち勝って勝利してらっしゃるはずなのに、まだ勝ったと言っていない状況になってしまうんですよね。 そこの部分、しかもそれこそ生まれてきた、まあ、私はそんな偉そうに批判とかそういうことはもちろんできないです。私はこう聞いた話をこう自分の分かる範囲でもうお話ししているだけなんですけれども、やはり生まれてきた中の半分は堕胎されているとも言われているこの中で、じゃあやっぱり幼子たち、そういう子どもたち、赤ちゃんたちのことの魂の責任を持てる唯一のこう団体というのはカトリック教会でしかないわけですよね。救いはカトリック教会の中にしかないっていうふうにカテキズムでも、まあ、教えているわけですから、じゃあどういうふうにしたらその救いが教会の中にあるっていうふうに言えるかっていうのをぜひぜひご検討、もう私のようなものが言うのはもう全然神学もよくわからないものなので、わかる方たちに本当によく検討していただけたら嬉しいなという、そういうふうに思いますね。それでそのリンゴがあったということも、これもラッツィンガー枢機卿がおっしゃってるんですけれども、そのリンゴがあったということは信仰にとって絶対的首位にある洗礼の重要さという真理に奉仕する、いわば第二義的テーゼであるっていうようなことがちょっと難しい感じですよね。でもう洗礼の重要さはニコデマにイエスの言葉をそのまま借りれば、はっきり言っておく、人は水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできないということ で、まあ、洗礼の重要さは重視するあまりで、今でももちろん洗礼は重要っていうか、もちろんそう でも洗礼を受けてない子が救われない、でもおかしいよねっていう部分がおそらく皆さんの中にあって、でリンボっていうのを仮説として作ってしまったんだろうなと思います。それで、イエス様は、私は、十字架につけられに行くとき、私には受けねばならない洗礼があるとおっしゃる。それはイエス様が十字架につけられること自体こう洗礼になるわけですよね。まあ、それが殉教ということだと思うんですけれども、まあ、そこにそのかわいそうな自分の罪の全くないイノセントな潔白な赤ちゃんたちを引き寄せてくださらないわけがないのではないか。で本当にイエス様とすごく一致している、連帯しているもう激しい本当に堕胎の、まあ、具体的な映像や何かをちょっとでもご覧になった方は本当にこう暴力的な死殺され方をしているというのをお分かりになると思うんですけれども、まあ、そこの部分でも本当に無力な状態で十字架につけられたイエス様と一
致している、まあ、ただ違うところはその原罪があるというところだけれども、それはまあその恩恵のない状態でしかない、そういう子たちを、まあ、メッセージの中ではマリア様が取り次ぎ手としてイエス様のところに連れて行ってらっしゃるということのようなんですけれども、それでイエス様はその本当に無力な人たちと一致するために、本当は十字架につけられてもそこからこうバッとこう神様の栄光を表して死なないでもう済んだものを、それでも完全に無力になられて、それは本当に無力な人と一致するために完全に無力なものとなられて十字架につけられて、ひどいこう死を遂げられてたんです。もうこの赤ちゃんたちのような無力な人たちとでも一致できるように、そこまでご自分を無力にされたイエス様がいらして、そのイエス様がこの赤ちゃんたちを自分のもとに引き寄せないことがあるだろうか、で洗礼の源源泉、差し貫か抜かれたその御心の槍で刺された時にこう水と血が流れ出てるわけですよね。それは洗礼の源のところ、そこのところにイエス様は幼子たちを引き寄せてくださっている。そこで浸されて、もう血に浸されて、自分自身の赤ちゃんたち自身の血とイエス様の血によって洗礼を受けているというふうに、まあ、メッセージでは言われています。これですね、これをちょっと見ていただいて、これちょっと読んでみましょうか。イエス様は仰せられました、おっしゃいました、仰せられました、幼子たちを私のところに来させなさい、妨げてはなりません、天の御国はこの子らのようなもののためにあるのです、おっしゃってるんですね。それで、まあ、堕胎された子供たちはベトレヘムの幼子殉教者の同志殉教者として天国にいます。で、実はヨハネ・パウロ2世が堕胎をしてしまったお母さんやお父さんたちに向けて、今は主のもとにいる、主のうちにいるあなたの子供に許しを乞うこともできるというふうにおっしゃっているんですね。まあ、聖ヨハネ・パウロ2世もこの時すでにお分かりでなったのかなというふうに、すごいなと思ってこう読ませていただいたことがありますけれども、2009年7月26日のところをちょっと読んでみますね。メッセージとして与えられた部分ですけれども、イエス様が、おっしゃいます。もう一度言います、生まれる前に殺された幼子たちはどこですか？煉獄にいて、自分たちが決して犯したことのない罪の償いをしているというのですか？それとも地獄にいて、自分たちの犯していない罪の罰を受けているというのですか？ありえないことです。貧乏でギリギリ救われて、神の顔を見るという永遠の至福直感を拒まれ、そのような罪に苦しんでいるというのですか？悔い改めた、まあ、犯罪者というか、まあ、両親たちのとか、まあ、病院関係者ですね、そういう堕胎に関わった人たちが悔い改めた、そういう人たちでさえ、悔い改めていればそのような罰を受けないというのに、それとも天国にいて悔い改めた両親や、まあ、殺した人たちの祈りを受け止められる立場にいるのでしょうか？そうです、そうです、その通りです。でさらにイエス様が、神の愛の論理を考えれば、幼子たちは天国にいるとわかるはずです。この子供たちは新しい幼子殉教者です。私の共同犬はまだこの訴えを聞き入れていません。しかし幼子たちの神はこの訴えを聞き届け、彼らを救い、彼らの原罪を洗いました。そして私は幼子たちを高みに上げ、教会が受け入れさえすれば神と教会に栄光を期することができるようにしてやりました。教会が受け入れさえすれば、
私の愛と慈しみと正義を受けた幼子たちも栄光のうちに現れることになるでしょう。この子供たちは私がありてあるものであるという真理の殉教の証人です。殉教者というのは、まあ、証をする人だということですね。で、彼らは第5回の証をしている。何時殺す中で殺してはいけない、その破られてしまった第5回を証しする子供たちであるということ でイエス様は10回全部を、破られてしまった10回すべてを証しして、十字架につけられている、破られてしまった実会を証しして、それで殉教者の王となられているわけですね。で、幼子たちは第5回に関する証しをしているということになります。で、ちなみにちょっと洗礼者聖ヨハネは、いわゆる信仰宣言をして殉教を殺されたのではなくて、官人第6回に関する自分の兄弟の妻と結婚しちゃいけないって言ったことによって首をはねられた、守られなかった第6回何時間にする中での証人が、ちなみに洗礼者聖ヨハネということになります。で、じゃあイエス様の言葉を続け、まだ言葉続けます。この堕胎された彼らの場合、従われなかった御言葉の真理の証、すなわち私が与えた生きる権利という真理の証をしています。幼子たちは天国で永遠の命を受けて喜んでいますが、母なる教会がそれを宣言してくれることを待っているのです。幼子たちの訴えは神の御母、秘められたる神秘の御傷の聖母の手で差し出されました。子供たちの悲惨な傷と十字架は、疑いと無関心と恐れのうちにこれ以上隠されておくべきものではありません。あなたに失うものはありますか？この幼子たちは教会の中にいると宣言し、幼子殉教者の同志殉教者として祭壇の上に挙げるならば、あなた方の神と教会は栄光を受けます。幼子たちが栄光のうちにいることを明らかに示されます。数多くの悔い改めた罪人は真理に招かれます。恐ろしい悪は論破され、慈しみと愛と正義が全世界に宣言されるでしょう。これがあなたの失うものです。もう少しイエス様の言葉を続けます、教会による幼子たちの認知宣言、まあ、親として認知してくださいという殉教者宣言ですね。それでは重大な罪の大きな、重大な罪のうちにある数多くの罪人に救いを差し出すと同時に、あなた方の利益のためでもあります。共感的愛、まあ、コンパッションを持ってください。あなた方の愛はどこですか？愛に導かれたあなた方の論理はどこにありますか？この潔白で無実な者たちに対するこの世界規模での犯罪を打ち負かすために、この悪魔的技の犠牲者自身を私に用いさせてください。そうでなければ幼子たちの血の責任はあなた方にあります。皆さんにお願いします。この大いなる慈しみを受け入れてください。そうでなければあなた方の受ける報いは正義の竜巻となることでしょう。とイエス様がおっしゃっておられます。まあ、そのためのお祈りもありますので、幼子殉教者として認めてほしいというふうな、命のための重大な祈りというのがありますので、それを祈り続けていきたいと思います。しかも一つ、人間はなぜ、人はなぜ作られたかというと、カテキズム的に言うと、
神を知り、神を愛し、神に仕えるために作られたわけですよね。ロカリズムと言われている。でも普通は、神様にこう目覚めて洗礼を受けたりして、それで今神様を愛して、で神様に仕えて、それで神を知り、神を愛し、神に仕えるため。でも幼子たちの場合は仕えることがまだできていないんですね。使える生まれ出ることができなかったので、そのために教会が母として幼子たちに命を与える殉教者宣言することによって彼らが生まれ出て神に仕える、すなわち宣教活動をその時点から行うことができるんですね。全世界に私たちはイエス様の愛に十字架によって救われましたっていうことをあらゆる国で堕胎のない国はないので、あらゆる国でその堕胎された赤ちゃんたちが宣言をし始める。みんなここに来たら救われるんだよ、キリストの十字架イエス様を通してカトリック教会を通して救われるんですよっていうことをそこで告げ知らせ始める、使い始める、そういうことになると言われています。ちょっとだいぶ長くなってきましたので、これ今日のところはこれくらい。